平野紫耀、グローバルなダンスアンバサダーが示す、異なる世界との魅力的な交流、彼の多彩な才能はアクロバット経験も含まれており、これが彼のダンスに独特の深みと動きをもたらしています。2024年、平野紫耀は日本のダンス界の新たなアイコンとして、国内外でその才能と魅力を発揮しています。彼の最新のダンスパフォーマンスは、日本のみならず、世界中の注目を集め、 その影響力は、ますます拡大しています。パリで行われた高級ファッションブランド、ルイ・ヴィトンの秋冬メンズコレクションに出席したホリゴメユとシコの貴重な2ショット写真は、ファッション界とダンス界の融合を象徴しています。ホリゴメ氏との交流は、異なる分野のアーティスト同士が共鳴し、愛、新たな表現の可能性を開く素晴らしい機会となりました。ホリゴメ氏は、茶色を基調としたルイ・ヴィトン特有のデザインのマントを身にまとい、 エッジ部分にはブランケットステッチの装飾が施されていました。一方、平野修行氏はメリタリースタイルのラミエ柄ジャケットとシャツネクタイを合わせ、黒のハンドバッグでコーディネートを完成させました。このコラボ写真は7万を超えるいいねを集め、ファンからの熱狂的な反応を呼んでいます。この交流の舞台裏では、彼らがそれぞれの才能やアートフォームを尊重し、相高め合っている様子が見て取れます。 堀米氏がルイ・ヴィトンのデザインに身を包み、平野氏がミリタリースタイルでスタイリングされた姿は、異なる世界観が交錯する中で生まれる独自の美しさを表しています。一方で、ナンバー、愛の平野氏を率いるグループがデジタル配信シングルやダンスパフォーマンス動画で記録的な成功を収めたことも特筆すべきことである。様々なジャンルの音楽とダンスを組み合わせたこのビデオは、 単なるエンターテイメントではなく、世界中の視聴者を魅了しています。平野紫耀は、ダンスの世界においても、その才能が高く評価されています。ジャニーズ事務所に入所する際、通常のオーディションを受けずに入所したという異例の経歴が、そのエリート性を物語っています。ジャニー北川氏が彼のダンスの才能を称賛し、業界内でその実力が認められていることは、彼がダンスの分野でいかに異彩を放っているかを物語っています。 2016年に行われた週刊女性プライムのアンケートでは、ジャニーズジュニアの中でダンスがうまいと思うユニットで平野史洋は1位に輝き、その圧倒的な票数は彼のダンス能力が業界内でいかに高く評価されているかを示しています。平野史洋がジャニーズ事務所に入所したのは2012年2月で、当時は15歳だった彼が、ジャニー北川氏との縁でステージに立つことを決めた経緯もあります。 彼の多彩な才能はアクロバット経験も含まれており、これが彼のダンスに独特の深みと動きをもたらしています。総合すると、平野志様のダンスはその卓越した技術と情熱から生まれたものであり、彼の才能が異なる分野での交流や新たな挑戦を生み出しています。これからも彼の活躍に期待が寄せられることは間違いありません。彼のダンスに対する情熱はアクロバットにも及びます。 普通のダンスとは異なる技術を要求されるアクロバットが、平野史業のダンスに深みと動きをもたらしています。これは彼が多彩な才能を持ち合わせており、その表現力が多岐にわたることを示しています。最新の YouTube 動画では、3人組のメンバーが個別の活動やグループとしての魅力を発揮しています。それぞれが異なる分野での仕事に挑戦し、お互いの成長を支え合う姿勢が、グループ全体の進化を促進しています。 三人の器の広さと優しさ、お互いへの気遣いが、彼らを成功へと導いています。ビジュアルだけでなく、その人間性もファンを引きつけ、共感を呼び起こしています。ファンは三人の活動を全力で応援し、これからも彼らがさらなる成長と新たな挑戦を続けることを期待しています。平野仕様が示す、異なる世界との交流、そして三人組が切り開く新たな可能性は、 日本のエンターテイメントシーンにおいて新しい風を巻き起こしています。これからも彼らの挑戦と成長に期待し、その活動が世界中のファンに感動と希望を届け続けることを願っています。